ミウイはごめ鍵によって開発されたスマートフォン及びタブレット端末向けのファームウェア。Android オープンソースプロジェクトからリリースされたソースコードをベースに独自のカスタマイズが施された UI となっている。同社が開発、運用するアプリケーションが違法な個人情報の収集を行っていたとして中国政府から非難された。また、 当社のプライバシーポリシーにおいて、個人を特定できる情報は適用される地域の法律に従って運用されるとしているが、当社は識別不可能な情報を収集、使用、転送及び開示する場合があります。との記載があり、識別不可能な情報と定義される以下の情報は、個人情報と組み合わせて運用される場合があるとしている。 特定のサービスの使用において生成された統計データネットワーク監視データアプリケーションクラッシュイベント。ありがとうございます。